はい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 、どうもハルク・ホーガンです。毎度おなじみ、流浪の番組ではない山田モータースでございます。今回ね、開封していきますのは、ジャバーバー。これ、マイストデザインの1959年シボレット、シボレインパラ、アラメダトレイラーですね。インパラの、なんかね、これすごく面白くて、まあマイストなんですけど、インパラね、59年のインパラなんですけど、紫のね、メタリックにファイヤーパターンがあるのに、なんかこういうトレーラーをね、引いてるというね、ちょっとね、なんて言うんだろうね、アンバランスな感じしません？あんまりこう、なんて言うんでしょうね、こう、ちょっとローライ、この、ホイールなんかも見るとね、ちょっとローライダー系かなと思うんですけども、ローライダー系でトレーラーをね、引いてるというね、なんともね、面白いもので、ちょっとお安かったので、今回、頑張ってね、購入してみました。お値段がね、これトイザラスの販売価格で2100円するんですね。2099円、なので結構お高いなと思いました。はい、これね、もうちょっとね、1500円ぐらいだったら売れるんじゃないかなと思うんですけど、これ2100円はちょっと高いんじゃないかなと思うんですけどね。で、まあ後ろにね、ちょっとね、インパラをね、並べてみました。で、まあこの59年のインパラは、まあホットウィールのね、これがあるんですけども、これがね、59年ホットウィールのね、インパラで、あまりね、金型が良くなかったので、まあ結構ね、簡略化されてて、なんて言うんでしょうね、彫りも浅くてね、なんて言うんでしょうね、ちょっとね、満足度のできない金型で、まあ、あとはね、グリーンライトとかでしたら、これ、同じ顔ね、59年の同じ顔なんですけど、こちらね、エルカミーノなんですけども、まあ、顔はね、一緒なんですね。顔とあとこの辺のあたりまで一緒なので、まあ、大体この顔なんですけどもね、これはちょっとね、よくできていて、とても気に入ってるんですけども、これグリーンライト、あ、ごめんなさい、これジョニーライトニングでした。で、タイヤも結構太くてね、ジョニーライトニングってちょっとね、どっかね、ぶっ飛んだか、なんだろう、造形してるんですよね。これタイヤ一つ取っても、ちょっとぶっ飛んでるでしょ？ノーマル形状ではない感じでね。なので結構私はジョニーライトニングは好きなんですけど、ちょっと高いですよね。だいたい1500円から。まあちょっとトイザラスで価格改定があったみたいで、1300円から400円くらいで買えるのかな、今。うん、あれなんだか。はい。じゃあね、それで、まあいろいろね、他に61年でしたかね。ちょっとごめんなさいね。これがね、私が所有してたインパラと同じ形になるんですけども、これそうですね、60年のインパラね。これかっこいいですよね。とか、まあいろいろね、あと他にもね、インパラちょっとあるので並べていきますね。じゃあね、早速これを開封していきたいと思います。で、次回の動画でね、またね、ちょっとマイストで、かっこいいの見つけたのでね、またこれも開けていって、まあ、歴代のね、ちょっとマイストなんかとね、並べていきますので、こちらのね、動画の方も楽しみにしてください。うわ、ビュイックリビエラですよ、これ。リビエラといえばね、このカクカクのね、フロントがね、ちょっと特徴的ですよね。はい。じゃあ早速ね、ブリギリしていきたいと思います。これもまあ、そうっすね。特にブリスター取っとかなくていいかなと思うので、まあ、4方向全部切っちゃおうかなと思っております。はい。じゃあね、切っていきます。カッターを使うときは、進行方向にね、絶対手を置いてはいけません。一回ね、もう本当に、しつこいって言われるかもしれませんけど、もう皆さんね、自分でね、ブリギリするとき山田が言ってたなと思い出し、ちょっとでも、ね、思い出してくれて、手をね、怪我さずにね、開封できたらね、幸せだなと思って言わさせていただいております。はい。はい。簡単に結構ね、開きました。で、ブリスターカードを見ますと、大きいですね。はい。こんな感じで大きいので、まあ、2100円するのでね、結構、まあ、なんだろう、満足度はあるかもしれませんね。はい。2&5 とかって書いてありますね。2&5 か。2じゃないですね。2&5 って書いてありますね。はい。これはまあ、ベルヤですね、多分ね。シボレですね。シェビーですね、シェビーね。はい。で、裏を見ますとこんな感じになっていて、ダッチのね、ライセンスのマークみたいな時になって、ファイアストーン、フォード、オフィシャルライセンス、プロダクト、GM、オフィシャルライセンス、プロダクト、ポルシェ、フォルクスワーゲンとね、2、4、6個のね、まあ、なんだろうね、オフィシャルライセンス、プロダクトが、ありますね。で、なんだっけ。そう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 、これ、表彰で、毎日と表彰で取り扱ってますので、表彰のね、ステッキシールがね、貼ってあるんですけども、64分の1、毎日と 2&5、2&5、2アソート、BC 単品って書いてありますね。で、1800円って書いてあるのか、1800円だったのかな？なんかね、値段見たら2099円になってたので、そっか、消費税が 10% だから、そのぐらいになるかな？そうですね、そのぐらいになるんですね。はい。あとはそうですね、特別。表記はなくて、まあ一応64分の1とはね、書いてあるので、大きさ的にはね、まあそのぐらいなのかなと思うので、まあエルカミーノなんかね、ジョニーライトニングでも64分の1じゃなかったかな。でもグリーンライトとかもあるので、あと、なんだっけ、オートワールドのもね、インパラもあるので、ちょっとね、比較してできるかなと思うんですね。はい。じゃあ早速ね、見てまいりましょうね。ちょっと楽しみだね。マイストは結構値段の割にはうーんっていうところあるんですけど、まあ500円、こう単品だとしたらね、500円ぐらいだったらね、結構いいものだなと思うんですけどね。はい。
リンパラにもついてるんですね、これ、店員のものがね。おー、やっぱね、カスタムされたやつになってますね。ただのノーマルではなくて、このタイヤなんかがね、相当内側に入ってますね、これ。で、太いのかなと思ったらね、残念、細かった。まあでも、ローライダースタイルかと思わせるような感じでね、ちょっと車高は低いかなと思います。ほー、結構いいかもしれないです。で、トレーラー部分はこんな感じでね。はい。じゃあね、ちょっとね、細かくね、見ていきたいと思いますね。はい。サンドウィッチマンになってましたね。ちょっと何言ってるかわからない。あとね、これ、毎度のごとくね、こういう風になって入ってました。はい。1959年製シボレーインパラですね。アラメダトレイラーって感じですね。はい。じゃあね、ちょっとインパラの方からね、見てまいりましょうね。ジャバ版。おー、なかなかお顔つきね、よくできてるなって感じで、ボディはね、ダイキャストパーツなんですけども、ちょっとライターですが、ちょっとうまくね、映んない感じですね。ちょっとうまく映ってないね。光とね、光がね、当たりすぎてるのかな。はい、ちょっと上からこんな感じにしようかな。はい。ちょっと暗いかな、今度ね。難しいね。はい。はい。ぼやけちゃうね。ちょっとね、こういうものを。はい。あ、なりましたね。はい。こんな感じになってますね。結構ね、細かく造形されてます。なんで細かく造形されてるかっていうと、やっぱこのね、メッキの部分がプラパーツなので、やっぱり細かくね、造形されてて、とてもかっこいいですね、これ。ホットイールなんかよりはね、もう断然こっちの方がかっこいいですね。まあ、ホットイールのインパラは、ベーシック化ですからね、しょうがないかなと思うんですけど、でもサイドラインでも出てくるわけですからね、でも今ちょっとね、これ越しに、ホットイールのちょっと確認したら、ホットイールのものも、ここのグリルのところはね、プラパーツですね、これね。まあ、後でね、指定をね、下げた時に見ていきたいと思います。結構ね、この辺のモールドがね、全然ね、ホットイールよりもよくできていて、これはなかなかいいんじゃないですかね。結構これ、1年ぐらい前に発売されたものだった。確か、そのぐらいにね、売っててね、買うのをちょっとやめてた、欲しいなと思ってたんですけど、なかなか買えずにいたものになりますね。はい。で、ホイールを見ますと、このマエストのね、このホイールはよく見かけると思うんですけども、メイキが施されていて、ゴムタイヤね、リアルライダーになっていて、ホワイトリボンがね、あつられてありますね。で、ファイヤーパターンがね、あって。なかなかね、面白いファイヤーパターンの入り方してますよね。この、なんだろう。サイドステップ周りと、この、タイヤホイールの周りがね、ファイヤーパターンになって、ホワイトでね、なかなかちょっとシックな感じでいい感じもしますよね。で、先ほどちょっとお伝えしなかったですけど、シボレーのマークね、ちゃんと。あります。はい。ね。結構これかっこいいっすよね。なかなかよくできてますよね。グリルの部分も、ウィンカーの塗装なんかもされてますし、ごめんなさい。ちょっと酔っちゃう人いるかな、これで。あ、よく映ったね。で、この、なんだろう。何番のとこには、ん?ちょっとダメだね。やっぱルーペがないとね。もうね、おじさんなのでね。ルーペがないとね、細かいとこは見えないのでね、もう若い方ならバッチリなんでしょうけどね。ちょっとぼやけちゃうね。なんかお色によってね、やっぱぼやけるものもあるんですよね。はい。オンサードって書いてあるのかな?オンサードですね。はい。オンサードカリフォルニアって書いてあります。ほら、結構造形かっこいいでしょ、これ。もしかしたらね、これジョニーライトニングよりもかっこいいかもしれないですね。ま、グリル周りの枠なんかもこうやってシルバーで塗られてるので、とても良くて、ここのね、モールの、この装飾の部分っていうんですかね、これもちょっとね、細かく作られていて、結構かっこいいな、これ。この辺のね、インパラの特徴である窓のね、形とかと、このね、ちょっと宇宙船をね、思わせるような丸いね、ガラスなんかもちゃんとよくできていて、ガラスのクリアでもこれとてもいいですね。で、内装色はブラックで、内装はよくできていて、まあ、毎度ね、おなじみの、このマエストのね、上級バージョンのこの、内装のハンドルがね、メッキ仕様になっていて、とてもいいですね。で、ちょっとリアのね、ここの辺のウィングのね、造形なんかも見ると、とてもよくできてます、この金型は。これはよくできてますね。で、バンパーが別パーツなので、まだかっこいいですね、これ。で、テールランプが周り、縁取りがね、シルバーでちゃんと塗られていて、2色展開になってますね。で、ナンバーはフロントと一緒かな。そうですね、フロントと一緒の文字、オンサードってなっていて、こういうふうにね、かっこいい。で、バンパーが別パーツになってるんですよ、これ。うわぁ。よくできてますね。結構よくできてる。この辺もね、なんか、今までのものはなかったんですけど、なんかボコってこういう造形があってね、面白いっすね。で、これは2ドアタイプですね。4ドアも確かあったかなと思います。で、この辺のね、モールはね、シルバーでちゃんと塗られてますね。はい。あ、よくできてますね。これは脱着はできないのかな?もうシャーシの成形になってるので、この
牽引フックはねちょっと脱着はできないんですけど、なんかローライダーで牽引するっていうのもなかなか面白い発想だなと思いました。私にはちょっとなくて、なんかだからこの商品を見た時に、まあ59年のインパラってねとても好きなお車なので、まあ欲しいなと思ったんですけど、まあお値段がね結構高いのでね我慢したんですけど、今回ちょっとねお安く手に入れられましたので、良かったなと思いました。はい、じゃあねちょっとトレーラー部分もね見ていきます。トレーラー部分めっちゃ軽いっすねこれ、この辺これプラスチックなんだ。あ、ちょっとタイヤが、まあ、ちゃんと入ってないだけで、全然問題ないんですけど、タイヤがちょっと外れちゃってましたね。はい、乗ったかな？ちょっとね、みかん食べたから。爪が黄色い。ごめんなさい。ちょっと不潔でごめんなさい。みかん食べたんです。ごめんなさい。あ、ここにマイッソの文字がありますね。はい、このお色はね、ちょっとカメラでね、捉えにくいんですかね。ちょっとボケたりしちゃうので、ごめんなさい。酔っちゃうかとね。で、これ、シャーシも、ボディもプラパーツでめちゃくちゃ軽くて、あとこの辺もガラスじゃないですね。これクリアパーツじゃなくて、ブラックでね、塗られてる感じなので、ちょっと高いっすよね。これ2000円って、ちょっとありえないなと思っちゃいました。はい。これ、例えばミニカーがだいたい今まで買ってきたマイストのこの辺のね、まあ、単品がいたとしたら、まあ、600円、700円ぐらいなわけですよね。それにこれがついたのだけで2100円でしたけど、2099円って書いてあったのが、まあ、何割引かで買えたのでよかったんですけど、なんかこの辺はあれかな、燃料タンクなんですかね。このトレーラーハウスの中の設備のね。で、この辺が切り替えのなんかあれかな、ものになっていて、ここがね、なんだろう、先ほどのフックのとこ引っ掛ける部分だと思うんですけど、ちょっとあれだね、バリがあるね。バリがあるので、ちょっと刺してね、やってみましょうね。で、シャーシはね、これシルバーの成型色かな？成型色ですね。塗装ではなくて成型色だと思います。で、この辺のシルバーは、ボディのね、成型になってるので、塗装になってますね。で、ホワイトの部分が成型色で、この紫のね、メタリックが塗装になってるかと思います。なんかちょっとがっかりしましたね。なんかこれめっちゃ軽いんで、ちょっと安っぽいですね。ちょっとね、こうトレーラーにね、ちょっと接続してみましょうね。はい。あ、こんな風にね、なるんですね。あ、なかなかかっこいいですけどね。ちょっと視点下げた方がいいですね。視点下げてみていきたいと思います。じゃあね、視点下げてみました。なかなかね、ローライダーがトレーラーをね、引っ張ってるっていうのはちょっと私の頭の中ではなかったので、とても新鮮なんですけど、とにかくこのインパラの、59年インパラのフロントマスクがね、とてもよくね、再現されていて、満足度高いんですけど、残念ながらトレーラー部分がね、ちょっとダイキャストじゃなかったので、なんか、そうだな、ここまでダイキャストでだったらなんか2000円出してもよかったかなって気もするんですけど、インパラのね、モールドが良かっただけにね、あとローライな感じがね、とてもかっこいいですよね、このインパラはね。はい、こんな感じでね、いやー、このインパラの出来具合はとてもいいですね。このフロントマスクがね、ホットウェルドとね並べるとね、多分ね一目瞭然で分かっていただけるかなと思うんですけど、これホットウェルド同じ年式の59年のインパラなんですけど、もう比べると一目瞭然でね、マイストの方がめちゃくちゃかっこいいと思いますし、造形もね、とてもかっこいいものだなと思います。はい、サイドなんか見てもね、もう全然かっこいいっすよね。で、このリアのね、ウイングの再現なんかも結構ね、こうダイキャストにしてはね、よく細かくこの辺まで作り込んだなって思うほどにとてもいい造形になってますね。まあ多分ね、これ年式金型が新しいので技術が良かったよくねできたんじゃないかなと思うんですけどね。マイストはそうですね、金型の年式なんか書いてないんですね。社名は書いてありますね。1959年シボレインパラね、シボレットインパラなんでシボレット、なんかシボレットって言いたい年年頃なんです。はい、うん、よくできてる。ほら、このホットウェルのと比べると多分ね、ホットウェルのもがね、ちょっとウィングのね、この辺のやっぱり、まあ、彫りの浅さみたいなのがありますしね、塗装してもこのね、マイストのものにはかなわないと思います。あとこの辺のね、造形なんかもとてもよくできてますね。うん、で、まあ、ジョニーライト、これもね、同じホットウェルで、ちょっと私これリペイントしたんですね。ちょっとリペイントしても、ちょっとね、汚くなっちゃったので、昔のなんで。あ、これは、面白い。これサイドスカート履いてるインパラだったんですね。で、めちゃくちゃ車高低くできてますね。多分、金型は一緒じゃないんですね。これもしかしたら。これ、こっちはほら、このね、サイドスカート履いてないので。でも、これも59年インパラで、これもホットウェルのもので、そっか、金型が違うのかな。年しか書いてないから、うわ、ギラギラして目が痛い目が痛い。シャーシも違いますね。シャーシもこれ違うので、別金型なんですね。へえ、面白い。気がつかなかった。サイドスカートありとなしで。全然気がつかなかったですね。
そう、若干違うんですね。リアもね、バンパーの形が若干違ってた。でも堀の浅さは変わってないね。フロントは、フロントは一緒だと思いますね。なので、ちょっとリアのね、このバンパーのシャーシの感じも違いますし、フロントスカートがね、入ってないっていうのもそうでしたね。あとは同じ感じですね。あ、面白いね。これがね、ジョニーライトニングのインパラなんですけども、お顔見ると、まあ、全然、マエストロめちゃくちゃかっこよくできてますね。やっぱプロパーツ対応してるので、造形がいいんでしょうね。で、バンパーの、このパーツも、こうやってね、細くね、作られていて、後付けっぽくなってるのでね、かっこいいんですね。これ多分後付けなんだね。これ別パーツなんですね。ここのバンパーと、このグリルの一体成形のもののパーツを、ペタってこう貼り付けてる感じですね。うん。インパラのマークが絞れるマークね。リアのバンパーも別パーツなので、とても仕上がりが良いです。はい。うわ、ジョニーライトニングはジョニーライトニングでいいんですけどね。なんか、ほら、こっちのがべったりしててね、かっこいいですよね。うん。お顔違うのかな？なんか私の、なんだろう、認識としてはね、エルカミーノのこのお顔とインパラのお顔ってまりっきり同じで、あとね、リアのこの、なんだろう、羽の部分とかテールランプなんかまりっきり同じで、ただピックアップになってるっていう認識だったんですけど、ちょっとジョニーラノとね、マエストの並べるとちょっと違うなと思います。残念ながらね、グリーンライトとか M2 マシンのちょっとこの59年インパラ持ってないので、ちょっと比較できないんですけど、だからね、今回それも踏まえて、ちょっと59年インパラのね、この、なんだろう、ちょっとリアリティのものなかったので、とても嬉しく思います。ただちょっとね、カスタムされてるものですけどね。だからグリーンライトのも欲しいんですけどね。はい。1969年、あ、ごめん、あ、60年ですね。59年、60年。こちらが、グリーンライトのね、ですよね。あ、ごめんなさい。これワールド、あれだ、ワールドチャンピオンだ。そう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 。わー、うん？レーシングチャンピオン。ごめんなさい。レーシングチャンピオンの60年インパラですね。めっちゃかっこいいやー。これもね、まあ、開封した動画あるので、なってみてくださいね。それと並べると、そうっすね、スケール的には若干こっちの方がちっちゃいですね、マエストの方がね。うん。いや、なんかやっと揃った感じがある、59年、60年って。はい。で、その1個後ね、1個後に、これがね、これホットウィルなんですけど、これが、61年ね。なので、59年ね。で、これ60年って、これ1年しか作られなかったので、結構希少だなと思うんですよ。まあ、その点もね、私好きだった理由もあるんですね。はい。で、これが61年なんですけどね。まあ、こんな感じでね。61年になると、随分おとなしくなるんですよ、これ。まあ、フロントマスクは結構ね、だいぶおとなしくなったでしょ。で、リアもね、だいぶおとなしくなったんですけど、まあ、3連のね、テールランプは、こうやってね、引き継いで、これがね、後にね、64年とか63年、62年にね、ちょっとつながっていくんですけど、まあ、インパラ好きなんだよな。はい。で、これかな。次の年式がこれになってて、これがちょっとあれだったかな。そう、オートワールドね。これはオートワールドのもので、これすごく出来栄え良くてね、とてもかっこいいです。はい。これもね、ボンネットアップタイプで、これが、細かい字が、字が細かくて、書いてないかな？認識とか書いてないんですね。62年とか63年だったような気がしたんですけどね。ちょっとごめんなさい。認識忘れちゃったんですけど、まあ、これの後のね、インパラがこれになりますよね。はい。で、さらにね、64年のインパラがあって、まあ、ごめんなさい。ちょっと、ホットウィルダーのね、いろいろなものをちょっと混ざっちゃったんですけど、まあ、時系列で言うと、これ59年インパラね。その前にね、ちょっとベルエアっぽい、シボレーっぽいね。まあ、ベルエア。ベルエアっぽい形のね、インパラもあるわけですよね。まあ、同じマエストから、まあ、この辺のね、まあ、ちょっとワゴン車にはなりますけど、これ、まあ、ベルエアだったかな。シボレ、ノマットですね。まあ、こういう形のね、インパラもあるわけですよね。はい。こういう形のインパラもありますし、まあ、そうですね、このベルベディーレみたいなね、これはなんだっけ。これかっこいいな。プリムスベルベディーレね。このプリムスベルベディーレみたいなインパラも、形のインパラもあるんですよね。まあ、この辺のね、まあ、これインパラじゃないですかね。これベルベディーレの、プリムスなので、まあ、こういうお顔のね、インパラもあるんですよね。なので、まあ、こういう順番ですかね。シェビーっぽいインパラもありますし、こういうお顔でね、インパラってグレードですからね、シェビーのベルエアもグレードですし、インパラも確かグレードで、まあ、シェビーのね、スポーツバージョンが確かインパラだったかと思います。そこからの派生で、こういう風にね、まあ、インパラと呼ばれるものができていったことになりますね。はい。なので、ちょっとこれベルエアとはちょっと違うんですけど、これベルベディーレね。まあ、59年、
60年、61年、これが62年だと思ったんですよね。62年、ごめんなさい、これちょっと62か63です。そしてこれが64年です。はい。で、まあ、どれもね、インパラは年式好きなんですけど、まあ、やっぱ一番好きな60年ね。まあ、私、自分でね、所有してたお車にもなりますのでね、まあ、リアルでね、実車の話ですね。なので、まあ、一番好きなインパラなんですけど、もう一個ね、好きなのは、この64年式ね。この64年式も好きなものになりますね。で、この三連テールがね、ずっと結構継承されていってるわけですよね。その60年からね。ここが転機だと思うんです、私的には。はい。これずっと三連テールね、継続していってるので、はい。まあ、元を正すとね、これもね、これからがね、ちょっと、まあ、インパラの派生、そのベルエ、シェビーからね、派生し、グレードから派生して、インパラって呼ばれるものになったら、まあ、これ、この形のね、ベルエアっていうのもね、存在してるんですよね、確かね。はい。なので、まあ、インパラって呼ばれるものはこの60年からですかね。だから、ここのね、三連テールになった ところから、ちょっと派生していった感じですね。インパラってもう、なんて言うんでしょうね、車種でね、もう言えるような感じになってるのはね、はい。で、ここまでがベルエアもあります。はい。はい、じゃあね、ちょっとね、トレーラーなんですけど、これね、なんかね、ローライダーなのにちょっとトレーラーヘッド、トレーラーを運ぶってなんかちょっと私的には面白くてしょうがなくて、例えばじゃあね、こういう、もっとね、これ結構大きさ的にはね、なんかいい感じの大きさだと思うんですよ、これとこれ。もっとね、大型のこういうものもね、これが軸のね、トレーラーなんですけど、合うかな？ちょっとあれか、穴が、なんかここにね、なんかついてるので、これ下がんな。そうです。これ下げて、で、ロックできるんですよね。あ、ちょっと穴が、あ、ちょっと合わなかったですけど、まあ、できないこともないですね、これ。こんなでかいのも。これ。おー、結構ほら、面白い。できるよ、これ。うわ。こんなリアリティなものをね、ちょっとローライダーで運ぶって、ちょっと、なんだろう、ちょっとね、なんだろう。ちょっと言葉ごめんなさいね。悪くなっちゃうんですけど、ちょっと気違いじみててね。いいっすね。こんなのでね、キャンプ地に現れたらちょっと いかついっしょ、これ。はい、ごめんなさい。ちょっと一人で笑って遊んじゃいましたね。まあ、やっぱ同じお色のね、これが似合うんですけど、まあこれだってね、違和感ありありですからね。ね、違和感ありあり。なんかやっぱこういうもの、RV 化的なものがね、引っ張ってるのがね、まあ私のイメージね、もう固定観念ごめんなさい。ちょっと囚われてるのでね。この辺はちょっとマエストの面白いとこでしたね。はい、今回のこのね、マエストデザイン、トー&ゴーシリーズのね、59年インパラ、ね、なんだっけ、社名が忘れちゃったね。これだ、ここに書いてあるね。はい、1959年死亡例インパラ、アラメダトレイラーですね。はい。を紹介させていただきました。なかなかね、面白いラインナップで、まあ、これ結構ね、金型は、マイストにしてよかったなと思います。で、まあ、お値段以上とはならなかったですね。やっぱね、お値段以上になるのには、やっぱこれをね、まずダイキャストパーツに、ダイキャストのボディにしてもらって、クリアパーツにしてね、あとどっか開閉ギミックなんかないと、ちょっと2000円ではちょっと高くてね、手が出ないんじゃないかなと思います。確かね、これ発売された時に、私の動画に、私と、まあ、ちょっとね、購入しなかったんですけど、発売された時の、まあ、直近の動画でコメントいただいて、買いましたってね、ちょっとごめんなさい、お名前、ちょっと覚えてないんですけど、インパラ59年のね、これがちょっとね、気に入っちゃって買いましたっていうコメントいただいたんですけども、まあ、気に入ればね、そのコメントいただいた方、運搬車がこういうのが好きだったから買ったかなと思うんですけどね、はい。でも今回私もこれ買って、まあ、お値段はね、結構安く買えたので、満足がいきました。ただ、ちょっとトイザラスの、定価というかね、売り値では、なんだろう、割引前の売り値ではちょっとお値段以上とはいかなかったかなっていう感じがしました。はい。それではね、次回の動画まで。バイバイキーン。足元にミニカーから見つくミニカー P38 この手のミニカーに山田三世あれ山田モーターあーす